この間岸と同じ駅住んでるから、なんか岸が取ったのよ、賞金をね、ライブで。でその賞金が入ったからつって、おごるよって言われて12時ぐらい連絡あって、で駅で待ってたの岸を。で夜のね、で岸こうやって来て、でほろ酔いで、うーみたいな。ちょっとそれもほろ酔いで来た岸がイラついたんだけど、まずねクソが、こいつ飲んでおったんかいって、まずね。でどこ行くみたいな。で、まあ、行きつけの居酒屋があるんで、夜遅くまでって、すごいいい居酒屋、大衆居酒屋で、でそこ行こうかって言って行って、そこに向かってる途中に俺初めて見たの、自分の住んでる駅でストリートミュージシャンを初めて見たの。いないのあんまりそういうので、バスターミナルのとこにね、一人だけ座ってこうやってギター持ってこうやって歌ってたの。なんか歌声すんなと思って、おっ、で岸と初めてじゃないっつって、ミュージシャンがやってるの一人よ。で座ってギターのケース前に置いて、でよくいると思うんだけど、スマホでね音流してたの。よくいんのそんな。いやなんかね、スマホで流してるのよ、その自分のギターとそれ以外のな曲をなんか流してるのよ、なんか。そう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 、だからギターパートは自分で弾いてんじゃない、あとドラムとかなんかそっちのはなんか人の曲歌ってんだ多分。でこうやってバーって歌っててさ、そのスマホから音も流れてんの。何の曲歌ってんのかなみたいな、こう気になってちょっとゆっくり歩いてたらさ、ピュッピュッってめっちゃ LINE 来てんの、スマホ。いやそれ切っとけやっていう細かい話ありましたよね、細かい話っていう細かい、切っとけよ。